とってもカラフルなデザインです。よくペアで仲良く泳いでいるペングカワギさんです。ふわふわ泳いでサンゴの間をお散歩していましたね。サンゴ礁の海から YouTube へようこそ。ご視聴いただきありがとうございます。冬の晴れた日って空も海も水中世界も全てが絶好調です。本日ご参加は1歳6歳、お父さんとお母さんにおばあちゃん、3世代でシュノーケルとなりました。こちらはマスクデビューに挑戦、6歳のお姉ちゃんです。最初はふわふわ体が揺れる浮遊感、ちょっと不安、大丈夫です。少人数ツアーはしっかりサポート、時間とともに少しずつレベルアップしていきます。そして慣れてくればリンキック、自分一人でも泳げるようになりました。さらに後半にはお父さんと手をつないでお魚さん観察、楽しめるようになりましたね。お見事なマスクデビューでした。そしてこちらは2歳のお兄ちゃんは浮き輪です。最初は涙ポロリありましたが、途中から箱メガネを覗くこともできるようになりましたね。そして推定には熊の実いっぱい、熊の実マンションです。じっくり眺めて楽しんでいるお母さんとおばあちゃんです。さらにサンゴびっちり竜宮城コースを満喫、楽しんでいらっしゃいました。フリータイムを含めて石垣島の水中世界をご家族揃って皆さん楽しんでいただくことができました。サンゴ礁の海から少人数ツアー、お子様からシニアの方まで幅広くご参加いただいております。海デビュー、マスクデビューお任せください。しっかりサポートで石垣島の海をご案内させていただきます。興味のある方はお気軽にご連絡ください。